こんにちは、リセのスタッフの岩部です。皆さん、お家でゆったりリラックスできる時間を過ごせていますでしょうか。夜のくつろぎ時間やどんよりとした雨の日に優しい光がお部屋に灯っていたら、きっとお部屋で過ごす時間が充実しそうです。そんなリラックスできる空間作りには透け感のあるフロアライトがぴったりなんです。今回はその理由についてと、リセノでおすすめのフロアライトを3点ご紹介していきたいと思います。透過性のあるシェードはとても優しい光を放ちます。このぼんやりと柔らかい光が緊張感をほぐしてくれるので、とてもリラックスできる空間を作ってくれるんです。実際に我が家でもフロアライトを使っていますが、淡い光に包まれるととても心地よく癒されているなぁと感じます。ちなみに睡眠前にゆったりとリラックスした状態でいることで、副交感神経に切り替わりやすく、睡眠の質が上がると言われています。寝る前にこのフロアライトだけをつけてぼんやりと過ごすのもおすすめです。透過性のあるシェードは光が優しくこぼれ、広範囲に広がるのが特徴です。影の濃度の差がそれほど濃くないため、柔らかい影の表情を楽しめるのも魅力です。反対に透過性のないタイプは影の濃度が大きく、しっかりとメリハリを感じる空間に仕上がります。個人の好みはありますが、透過性のあるタイプの方が陰影が柔らかくなるため、リラックスしたい空間におすすめです。次はおすすめなフロアライトを3点ご紹介していきたいと思います。デリシアは細めのシルエットでクラシカルな雰囲気が特徴です。素材はスチールと布を使用しています。スチール部分はマットな質感で高級感のある仕上がりです。また足元とスイッチ部分は真鍮風に加工されているため、味わいがありちょっとしたアクセントになっています。スチールは無機質な印象を感じる素材なので、ウッドを基調としたコーディネートにプラスするとお部屋の雰囲気をぐっと引き締めてくれます。ヘンプレンはホテルにあるようなシンプルで美しいシルエットと素材本来の温かみが魅力です。素材は綿麻混合のファブリック、ウォールナット無垢材、真鍮を使用しています。すべて天然素材を使用した作りで上質さを感じられます。無駄のないシンプルで美しい佇まいと素材の魅力が合わさり、明かりが灯っていない時でもしっかりと存在感を発揮してくれます。ヘンプレンを取り入れると落ち着いた雰囲気のコーディネートに仕上げることができます。グラスプは優しい色合いのシェードとまるで彫刻のようなウッドスタンドが魅力です。素材は綿麻混合のファブリック、ウォールナット無垢材、真鍮を使用しています。こちらも全て天然素材なので、素材本来の温かみを感じることができます。グラスプの一番の魅力はこの個性的なスタンド部分です。お部屋がなんだか物足りないなという方にアクセントとしてぜひ取り入れていただきたいと思います。リラックスできる空間作りにぴったりなフロアライトをご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。ぜひフロアライトを取り入れて、皆様のお家でのくつろぎ時間が充実したものになると嬉しいです。右上のマークの中や概要欄にも商品ページのリンクを掲載しておりますので、アイテムが気になった方はぜひチェックしてみてください。それではまたお会いしましょう。